こんにちは。マーキュリッチの西野でございます。本日はグローバルで評価されるプレゼンというものはどういうものなのかということをお話ししたいと思います。前回の動画においてはこういったことをお話したと思うんですね。英語プレゼンするときには遠慮がちに話すのではなく、堂々と自信ありげに話しましょうというふうにお伝えしたと思うんですね。じゃあ堂々と話しさえすればいいんですかと、当然そうではありません。で、今回はより具体的にグローバルシーンにおいて好まれるプレゼンテーションとはどういうものなのかをこの後お話をしていきたいと思います。で、グローバルシーンにおけるプレゼンとして非常にいい例があるんですね。2つの例をお話ししたいと思います。まず1つがテッドです。ご存知の方も結構いると思うんですね。で、そうでない方のためにどういうものか簡単にお話しします。各分野における指揮者がプレゼンを通じて自分のアイデアとか、あるいは知恵といったものを世の中に広めていく、そういったものをサポートしている世界的団体なんです。非常にグローバルな団体なんですね。なので、グローバルプレゼンという観点で言うと、まさに見本になるようなプレゼンテーションなんですね。これが一つです。もう一つが、スティーブ・ジョブズさんがマックワールドにおいて初代の iPhone を発表した、その伝説のプレゼンと呼ばれているというものなんですね。そしてこの二つには実はたくさんの共通点があるんです。で、もちろんそれらを全部自分のプレゼンに取り込むと、これは素晴らしいプレゼンになるんですが、そう簡単ではないですよね。なので今回はその中でもより我々日本人にとっても使いやすくて効果的な要素、これを抽出してこの後皆さんに解説していきたいと思います。まずは一つ目です。まず聞き手をしっかり巻き込むことってことなんですね。言い方を変えると、聞き手に語りかけたりとか問いかけたりすることによって聴衆を引き込みましょうということなんです。例えばこういうふうなものですね。 I have a question to all of you. 2 days for 50%, 3 days for 85%. What do you think these data are? まあ、日本語になすとこんな感じです。2日で 50%、 3日で 85%、 これどんなデータだと思われますか。こんな質問です。で、こういった質問を実はうまいテッドプレゼンターは頻繁に挿入してくるんですね、自分のプレゼンの中で。で、その中で一番シンプルで確実なやり方、これです。いわゆる私が言っている I メッセージ、あるいは We メッセージではなくて You メッセージをところどころ入れましょうってことです。もっとわかりやすく言うと、 You を主語にしたセンテンスをところどころ入れていきましょうっていうことなんです。そうすることで聞き手が自分事として捉え、そして聞き手がプレゼンの中に巻き込まれていくということなんですね。一つ目が聴衆をしっかり巻き込むプレゼンだということです。二つ目の要素です。感情に訴えるってことです。日本人は得てしてある製品のスペックを長々と語る、言い方を変えると論理にどうしてもこうアプローチしすぎる、そんな傾向があります。これはね、あっという間に聞き手って退屈しちゃうんですね。感情にしっかり訴求することによって聞き手は心を動かされ、そして前のめりになっていくわけなんです。やはり同じように例を挙げてみましょう。例えばこんなセリフですね。皆さんは、多くの方はですね、実はこういったことを気づかずに非常に危険なことをしてるんですよ。なんて言って聞き手の方の危機感を煽ったり、あとはこういうのもありますね。この製品を導入いただくことで、ほにゃららというものが解決され、そしてうんたらかんたらというふうなものに悩まされることがこの後全くなくなります。なんていうふうに、これは未来を示すことによってワクワク感を醸成する。
っていうふうな、そういうやり方なんですね。このやり方、スティーブ・ジョブズ氏は非常にうまく使っています。例えば先ほど申し上げたマックワールドのプレゼンではこんなふうなセリフで表現してるんですね。初めのですね、1分ぐらいですかね、こういうところで言ってるんですよ。私はこの日を2年半待ちわびてきました。数年に一度世の中を大きく変えるような革命的な製品が世の中に現れます。そして本日私は3つの革命的新製品を発表したいと思います、みたいにですね。要はこれは期待感、聞き手の期待感に、まあ、訴えてる、期待感をくすぐってるとも言えるんですね。要はこのようにして、ぜひ聞き手のどの感情にどのようにアピールすることで、やはり聞き手がね、この中にグッと巻き込まれるかというようなことを考えて設計したい。これが2つ目ですね。感情に訴える。3つ目です。なんといっても、自分が楽しむってことなんです。多かれ少なかれ、グローバルシーンにおいては、仮にそれがビジネスプレゼンであったとしても、聞き手は楽しみたいと思ってるんですね。で、それにおいて大前提は話し手が自分で楽しそうにしている、楽しそうに話すことってことなんです。なので英語プレゼン、グローバルプレゼンにおいては笑顔で表現し、ジェスチャーを使い、そして抑揚を使い分けながら生き生きとプレゼンすることによって楽しいプレゼンを演出するということが非常に重要になってくるわけなんですね。ここまでのところまとめて言うならば、この一つのコンセプトでサマリーできると思うんですね。プレゼンはショーである、そしてライブであるということなんです。これをしっかり理解せよということなんですね。そして今申し上げた2つの例ですね、テントそれからマックワールドのプレゼンっていうのは、まさにこの3つを見事に表現しています。見事に実現しています。彼らはそのプレゼンをしっかりと聴衆を楽しませるために中身を磨き上げ、そして徹底的に何度も何度もリハーサルしているんです。そして当日は自分がそのショーを楽しみながらステージで自分を演じきってるわけなんですね。もちろん多くのビジネスシーンではそこまでの大きな舞台が用意されることはあまりないかもしれません。なんですが、今日ご紹介した要素はそのまま入れることができるはずなんです。まずは聞き手を巻き込む、そして聞き手の感情に訴える、何よりも自分自身が楽しむという、この3つぜひ肝に銘じて、そしてグローバルシーンで自分が映える、そして自分が輝く、称賛されるプレゼンをぜひ実現していっていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。